ゲルマニアの地図西は、ライン側から、東は、ビスワ側とその主流のナルフ川及びブーク川まで。現在のドイツ、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、オーストリアにまたがり、現代の区分では、中央ヨーロッパの大半に相当する。ゲルマニアは、ローマの歴史家タキトスが、ゲルマニア地方の風土や、その住民の監修、性質、社会制度、伝承などについて、 ラテン語で記述した書き物である。紀元98年の作、紀元9年のトイトブルクの戦いの場所を記したのも、この書物においてである。ローマ帝国の外苑に住む、ゲルマニア人についてのタキトゥスの記述は、いろいろな偏見の入り混じったものであった。タキトゥスは、彼の目には大敗していると映っていた、当時のローマ人と比べて、ゲルマニア人の性質を、 高貴な野蛮人だという見方で伝えた。このような描写のおかげで、この著作は16世紀以降のドイツ、特にドイツの民族主義者やロマン主義派に人気がある。また彼は、ローマが接触を持った部族の名前を多く記録していた。1世紀のゲルマニア。オレンジ色がスエビ小族、緑色がバンダル人を表している。このようなタキトスのゲルマニアは、 文人としての彼を称賛する、同時大人や、ハン・ゲルマン主義を主張する現代ドイツ人から高い評価を得ていたが、同時に、その主張の偏りや正確性に、数多くの批判が寄せられている。特に、タキトゥスの記録した情報は、彼が直接見たり聞いたりしたものではなかったため、フィールドワークを基本とする今日の民族学、文化人類学の観点からは、 その記述の正確性が疑問視されている。タキトゥスは実際にゲルマニアを訪れたことは一度もなく他者の伝文をもとに家の中で未開の地について記述した。さらに伝文も当時の目から見ても相当に古く偏見で歪められたものを用いるなど情報の取捨選択でも偏りがあったことを指摘されている。また古代ローマ史研究の大家である歴史学者 ロナルド・セームは、ゲルマニアは、大プリニウスの著作を孫引きして書かれたものではないかと、する説を提示している。また歴史学の観点からも、タキトゥスをはじめとする近代以前の歴史研究は、しばしば史実よりも、読み物としての面白さや、自らの政治的主張を織り交ぜて行われることが、状態となっており、いわば文学の一端であったと指摘されている。そのため、 すでに編纂された歴史書であるゲルマニアについてもその信憑性は常に問題がある資料と言うる。近年の研究ではその記述の多くが不正確であることが実際に証明されているが、そもそも古代の時点でタキトゥスと同時代の歴史家たちもゲルマニアに登場するすべての部族が本当に共通のゲルマン語を話す民族であるのか疑わしいと批判している。 末ビビとバタビ人はおそらくケルト系の部族、プシェボルスク文化に属するバンダル人はスラブ系の部族ではないかとする説がある。また紀元前にキンブリテウトに戦争で将軍ガイウスマリウスに敗れて滅んだキンブリ人もケルト系の部族という説がある。ありがとうございます。